はい、皆さんこんにちは。福岡方チャンネルです。南小島。はい、こちらのチャンネルではですね、福岡方の様々な情報をできるだけわかりやすくお伝えするというチャンネルになっております。いつもいいねとコメントありがとうございます。はい、ということで本日はですね、ホテル特集になります。以前は博多駅周辺のホテルをご紹介させていただいたんですけども、本日は天神編になります。博多と比べるとね、ちょっとホテルの数はそんなに多くないかなと思うんですけども、いいホテルが結構ありますので、ご紹介させていただきます。はい、それでは早速いってらっしゃい。はい、まず最初にご紹介させていただくのがホテルジャルシティ福岡天神さんになります。最寄り駅はですね、地下鉄赤坂駅で徒歩1分になっております。で、料金なんですけども、1泊1万3061円になってるんですけども、ちょうどね、私が調べたタイミングがどうもね、割引セールかなんかのタイミングだったみたいで、多分ね、通常料金はこれよりもね、もうちょっと値段が上がると思うんですけども、だいたいこれぐらいの金額になります。で、このホテルなんですけども、最近できてるんですよ。何年ぐらい前かな、2年ぐらい前ですかね。なのでめちゃくちゃ綺麗なんですよね。だから多分中もね、相当綺麗だと思います。で、あともう一個ポイントがあって、こちらのですね、レストランさん、この、コントレールさんっていうんですけども、このレストランのクオリティがものすごく高いらしいんですよ。なんでちょっとね、私も近々取材させてもらおうかなと思ってるんですけども、おすすめです。はい、続きまして、ザ・リッツ・カールトン福岡さんですね。で、最寄り駅なんですけども、地下鉄の赤坂駅からですね、歩いて3分になります。で、西鉄のですね、大牟田線福岡、天神福岡福岡天神駅からも歩いて7分ぐらいの距離なんですよ。なのでかなりね、立地はいいんじゃないかなと思います。で、宿泊料なんですけども1泊10万3730円になっております。はい、まあこれぐらいしますよね。もう言わずと知れたホスピタリティのすごいいいホテルってことで、僕もね、バーには行ったことあるんですよ。で、そこもね、すごく雰囲気良かったんですよね。で、いつか泊まってみたいなと思ってるんですけども、まだ実現できてないので、もし泊まることがあったらですね、そちらもレビューさせていただきます。はい、続きまして、西鉄グランドホテルさんですね。はい、こちらはですね、最寄り駅が西鉄福岡天神駅ですね。歩いて6分になります。で、宿泊なんですけども、25,670 円になっておりますね。はい、もうね、こちらのホテルはすごい新生のホテルで、私もね、よくなんか宴会とかに行ってるし、まあ、打ち合わせとかで1階のカフェとかも行ってるんですけども、やっぱりね、ホスピタリティがすごいです。はい、まあこれだけの料金なので、まあ、当然じゃ当然かもしれないんですけども、で、よくね、こういう会議とかまあ、そういうのでよく使われてるので、まあ、そういう意味ではですね、非常に馴染み深いホテルじゃないかなと思います。で、中はね、すごい改装されてるので、そんなにね、老舗なんですけども、古臭い感じはないと思います。はい、続きまして、リッチモンドホテル天神西通りさんですね。はい、最寄り駅はですね、西鉄福岡駅になります。徒歩5分になりますね。で、地下鉄のですね、天神駅からも、結構近くて、徒歩8分で行けます。で、一応1泊ですね、12,764 円で、立地の割にはですね、値段がそこまで高くないっていうですね、お得な、ホテルになってます。で、こちらの一番の特徴っていうか、まあ、僕は勝手にそう思ってるだけなんですけども、1階にですね、ロイヤルホストさんが入ってるんですよ。だから、多分食事のレベル相当高いと思います。だから、朝食とかね、つけて行かれるとすごくいいんじゃないかなと思います。で、まさにね、天神のど真ん中なんですよ。この天神サザン通りっていうのはですね、西通りにつながってる通りなんですけども、まさに中心地になりますよね。まあ、天神を中心にね、福岡を観光したいっていう方はですね、すごいいいんじゃないかなというふうに思います。はい、続きまして、ホテルモントレラスール福岡さんですね。はい、で、最寄り駅がですね、地下鉄天神駅で徒歩7分になっております。で、宿泊がですね、11,415 円ですね。はい、ここもね、非常に便利な土地に、土地っていうか立地なんですよね。で、親不孝通りとかの方にもね、全然アクセスがいいので。で、僕ね、こちらのホテル、実はあんまり知らないんですよ。だいぶ昔からあるんですけどもね。けど、噂はよく聞くんですよ。すごくいいっていう風なことで、だから多分いいんだろうなということで、今回選ばせてもらいました。で、
こちらのねホテル1階にコンビニがあるのもいいんですけども、ちょうどね向かい側に屋台が出るんですよ。で結構有名なあの焼きラーメンの屋台が今でも出てるのかな、多分出てると思うんですけども、ね、それがね楽しめるのでね非常にいいんじゃないかなと思います。はい、続きましてホテルオリエンタルエクスプレス福岡天神さんですね。はい、最寄り駅はですね地下鉄の天神駅になります。徒歩5分ですね。で1泊ですね13,078円になります。でちょっとね北寄りなんですよ。なのでまあ親不孝を中心に行きたいとか、あとまあ博多福岡の方に行きたいとかですね、そういう点ではですね非常にいいんじゃないかなと思います。で周りにねいわゆる飲食店すごく多いんですよ。で小野マーケットさんとかもあったりとかするんで、まあ親不孝ら辺とかでね遊びたい観光したいっていう方にはですね非常におすすめのホテルになっております。はい、続きましてクインテッサホテル福岡天神さんですね。はい、最寄り駅はですね地下鉄天神駅になります。徒歩5分で行けますね。で宿泊費なんですけども1泊が12,200円になっております。でこちらの一番の特徴っていうのはですねコミックがすごいいっぱい置いてあるんですよ。なので僕の友達ね知り合い割とオタクが多くて、まあ、福岡に来るたびにここの宿を利用されてる方がいらっしゃるんですけども、なんでわざわざ福岡まで来てコミック読むとって聞いたら、まあ、コミックはまあ早く帰ってきた時とか、まあ、ちょっと暇な時にね借りるだけで、まあ、そこがメインじゃないと言って、じゃあ何がメインなんて言ったらここシンシンさんですね、ラーメン屋さんなんですけど、そことちょうど真裏になるんですよ。なのでシンシンのオープンに合わせて行けるから並ばんでいいじゃんって言って、あ、なるほどって、そういう使い方もあるんだっていうことでですね、まあ親不孝近辺で遊びたい方とかですね、シンシン食べたい方はここおすすめだと思います。はい、続きましてここホテル福岡天神さんですね。はい、最寄り駅はですね西鉄福岡駅になります。徒歩2分で行けるんですよ。だから相当近いです。で宿泊費なんですけども7,820円になっております。かなり安いですね。はい、なので、まあ、西鉄福岡天神、西鉄をですね使って観光される方とかですね、まあ、太宰府に行きたいとか、あとは柳川に行きたいとか、あと大牟田にちょっと行ってみたいとかという方ですねにはね非常におすすめのホテルになっております。でもう一個特徴としてですね1階にですねリンガーハットが入ってるんですよ。長崎ちゃんぽん中ちゃんですね。なのでここでねもしかして朝食に中ちゃんってあんまないと思うんですけども、そういう意味ではですね長崎ちゃんぽんも食べたいよっていう方はですねここに泊まられるのは非常にいいんじゃないかなというふうに思います。はい、最後にご紹介するのはですねプラザホテルさんになります。まず最初にご紹介するのはこのプルミエさんですね。はい、こちら最寄り駅がですね西鉄福岡天神駅になっております。徒歩7分ですね。1泊ですね4,591円なんですよ。これねなんかの間違いじゃないかなと思ったんですけど、一応調べたらですねその通りになってました。でこちらのホテルさんなんですけども大名の中にあるんですよね。なのでちょっとね道が分かりにくいかもしれないんですけども、逆に大名のど真ん中にあるんで天神のね大名で見て回りたいところがいっぱいあるっていう方はですねここ非常におすすめです。はい、でそのままですねご紹介するんですけども、プラザホテルさんってですねもう一軒あるんですよ。でプラザホテル天神さんとプラザホテルプルミエさんってあるんですよ。なのでここねちょっと間違いやすいのでご予約されるときはですねお気をつけください。でこちらはですねより赤坂寄りになっておりますので、最寄り駅は地下鉄赤坂駅ですね4分になっております。で宿泊費がですねこれも間違いじゃないかなと思うんですけども4569円なんですよ。なので、まあ、非常にお得です。ただまあ大名の中なので若干ね迷いやすいかもしれないんですけども、まあ天神大名を遊びたいという方は非常におすすめだし、何より私のね大好きな食堂ですね青木堂さんがあるんですよ。でこの青木堂で朝ごはん食べるっていうのもですね非常にいいんじゃないかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。やっぱ博多の方はですねまあ福岡を中心に起点に、まあ、九州を楽しみたいっていう方向けかなっていうふうな印象が僕は強いんですよね。で天神はもうシンプルに福岡だけを楽しみたいっていう方向けかなっていうふうなイメージ。だから数はそんなに多くないし割とね中心に集まってるんですよ。で、まあ、ちょっと離れたところにもあるっちゃあるんですけども、まあ、地下鉄と西鉄と両方使えるからですね、まあ、変な話福岡、市内だったらまあ
博多駅もいいんですけども、まあ、西鉄福岡天神駅、地下鉄天神駅ですね、ここを中心に動いていくのもいいかなと思って、でバスセンターとかもあるからですね、まあ、利便性としてはですね、まあ、博多にそんなに遜色しないんですよね。で割とですね最近オープンしたホテルさんが多いんですよね。なので、まあ、そういう意味でもですね割と綺麗なホテルが多いんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということでですね、本日は福岡のおすすめのホテル天神編をご紹介させていただきました。はい、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。失礼します。